うわ、外れてる。やば。これやばいですね。やばい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 。やばい。やばい。だ、むっちゃやばかった。むっちゃやばい。これやばいわ。ようこんなんで走って。危なかった。これはやばいわ。え、半分曲がってるやん。やっぱこれやばいわ。これやばい。緊急事態。緊急事態。よかった言ってくれて。やっぱ俺一回だから追突されたんですよ。あ、そうですか。それで多分緩んでたかもしれん。大至急直さな。あぶね。でここ外してどうぞ。でこれ取ってでこのフィッティングを直せばいいだけやから絶対いける。で これをまずまっすぐにしてまっすぐにしてでここにつけてでこここれがやってもうたから違うところにこれでそうやね。でもここまた突き抜けそうじゃない。なんか違うとこに違う例えばこう新設した方がいいんじゃない。こうちょっと横にして。あ無理かな。あそうやね。タイラップでも巻いとけって誰か言うてたわ昔。言うてたよね。あそうですね。言うてた忘れてた。そうやね。タイラップするの忘れてた。そうやタイラップで補強しようまずそのつけた後に。これさあ治りました。ほんまに治ったんか分からへんけど多分治ります。で対策としてはですねその重みのある荷物をなるべくサイドバッグに入れてで後ろがですねこう重みで振られないようにちょっと直しました。まあ、タイラップありがとうガススタのお兄さん。いやほんと助かった。でだからタイラップ攻撃と、その荷物を軽くしたサイドバッグに全部重たいのは入れたっていうのでなんとかなんとかもうステーがひん曲がって折れてたらちょっとどうしようかなと思ったんですけどギリ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 のところでなんとか持ちこたえました。ほんとよかった。ほんとよかった。で、なんですけどスバル360が止まったんですよ黄色ので。そのスバル360のちっちゃいのをあおしゃれやなーと見てたらあそこのガススタのお兄さんがジロジロこっち見てきたんですよ。で俺はあなんやダックスねみたいなあれお兄さんダックス乗ってるみたいな俺のダックスがかっこいいからちょっと見惚れてんねやろなと思ってふーんふーんって横目で見てたらあすいませんほら来た来た来た声かけてきたよ何ですかすいません後ろ取れてますって。もう何リアのこのねやつがもうプラーンってもう見たことないぐらいになってたんであれはやばかったっすね。あれはやばい。あれそのまま走ってたら落ちてますよ。あの金属は折れて。だからほんまに金属疲労を起こして落ちてバックというかこの何
リアのこのボックスがもう粉々にはあの粉砕されてとかなってもおかしくなかったんで、まあそうっすよね、こんだけガタガタしてんねんから。で要はあの押さえのところがもっとワッシャーがでかかったりとかしたらいいんですけど、ワッシャーをもう要は突き抜けたんですよね。押さえてるボルトを突き抜けて、ほんで1個外れたことによって振動でずれてきて、ほんでみたいな、残りの3つだけで守ってたみたいな感じです。ギリで危なかったな。だから一応あの曲げをガッて手で曲げて戻して、でしっかり止めて、しっかりも止まらないですわ、なんかやっぱちょっとこう曲がってるんで。だから一応ネジザウルスの時ネジザウルスで下を押さえながらしっかり締めてタイラップでやりました。いやー、そうそう、満腹さんやったな。こういうのつけたらタイラップしといた方がいいよっていうのを忘れてた。そう、タイラップしなあかん。しかもこのこいつがオッケーな重さの量を多分ね超えてたと思うんですよ。すごいこう重みがあったと思うんですよ。だからそれも振られるし、ね、いやー危なかった。ちょいちょい出てくるなこの宝山って読むか知らんけど、いやもうこれから後ろの荷物めっちゃ気になるわ、ちゃんと付いてるか。皆さん、きょうくんです、リアボックスはネジプラスタイラップで止めよう。しかもタイラップは太いやつありません、むっちゃ頑丈なやつ、やっぱあれで止めなダメですね。ちょっと僕のちっちゃいやつだったんでちょっと心配ですけどね、このぐらい振られる振動があると、そう考えたらこの僕の横のサイドバックの自作ステーも怪しいもんですけどね。誰かがねコメントありましたよね、しっかり止めときや、長距離ロングツーリング舐めたらあかんで、いや俺舐めてた、確かにそうだね。でもあのこっちは言われたんで、あの鉄のやつめっちゃすごいやつをガチって止めてるから、それがそうそう切れるもんじゃないと思うんで、まあ大丈夫だと思います。そっちは、現在ですね国道275線走っております。そうか、そういうガタが来る時なんだね。本当はマシジメチェックとかしたいよね。超怖い、超怖い。おお、のどかな道が続いております。なんだ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 
までってこと。ここまでってこと？そうですね。ああ、なるほど。せっかくなんでお茶でも飲みましょう。それでは松下君、ありがとうございました。なんとか頑張ります。じゃあ行ってきます。